小田豪と、百鬼夜行絵巻に描かれている白うかり。類例作が確認されるまで、白うかりなどのような他の絵巻物に確認されていなかった種類の妖怪は、この絵巻物独自の妖怪であるとも考えられていた。百鬼夜行絵巻は、小田義太郎によって、天保三年に描かれた江戸時代の妖怪絵巻。日後国八つ城主、松池の旧造品で、現在は、 熊本県八代市の財団法人、松井文庫が所蔵している。百鬼夜行図鑑とも。百鬼夜行とは、妖怪たちが集団で調了する様子のことであり、室町時代に描かれた百鬼夜行絵巻などはその通り妖怪の集団が行列をしている様子を描いたものだが、本校の百鬼夜行絵巻は、それとは異なり、妖怪を描いた個々の絵1.1点に名称を添えて、 紹介しており、図鑑、またはカタログに近い様式をとって制作されている。台は、多数の妖怪が描かれていることを示して、百鬼夜行と名付けられたと考えられている。冒頭には安読を取り囲んでいる、人々の絵が描かれており、これは百物語を行っている、人々の様子を描いたものであろうと見られている。収録されている妖怪の数は58体で、 同様の様式の妖怪絵巻である沢木隆史の百回図鑑の倍近くに上り、豊富に作例を見ることができる。収録されている妖怪にはカッパ、六六尾、雪女などといった説話や民間伝承でその存在が知られているもの。ぬらりひょん、灼絶、黒棒などといった詳細は未確認ながら百回図鑑などの絵巻物に描かれているもの。 同面、忙し、ご対面など、百回図鑑の系統にないが、他の妖怪絵巻にも類例が見られるもの。海雑踏、牛鬼、てめ坊主などのように、鳥山石炎による、ガト百鬼夜行の模倣と見られるものなどがある。収録された、妖怪霊の豊富さや、百回図鑑の系統に見られない妖怪を数多く、含むことから、21世紀初期において、本作品は、 図鑑様式の妖怪絵巻を研究する上で重要な資料と評価されている。また、その後になって新しく確認された化け物つくし帳や百物語会絵巻などの存在によって従来独自に描かれた妖怪と見られていた妖怪の多くが他の妖怪絵巻の類にも前後して描かれている事実も確認されている。百鬼夜行絵巻の関頭と関末には 織田宿と書かれた署名があり、これは、織田義太郎のおさむ名表記であることから、織田豪都との作であることがわかっている。ごうきよは、江戸時代後期の肥後国やつ白軍の絵師、松井家の御用絵師、海義里に学んだといい、肥後細川家の御用絵師の画系であった矢の葉の流れを、組む。制作についての経緯や内容についての由来などは、 伝来しておらず、古くから保管されていたことのみが言い伝えられている。松井文庫には、これ以外にもう一本、小田義太郎による、百鬼夜構図は存在するという。いずれも掲載されているのは、名前と絵のみであり、解説文は、一切ないため、どのような妖怪を描いたのかについては、想像や、推測の域を出ない。 本作品に収録されている妖怪を掲載順に示すと次の通りである。黒棒、幽霊、逆髪、苦笑い、猫股、あそこ、ここ、川太郎、赤入道、毛いっぱい、バカ、忙し、雪女、ワイラ、土蜘蛛、一目棒、願号寺、どうもこうも、十十棒、ご対面、うぶめ、幽谷鏡、五眼、ぶかっこう、なべざあぬらりひょん、山まうば、 大吹き、きなこ棒、清浄棒、ぬっぺらぽぉ。天棒、白うかり、山親父、銅面、伊賀、棒、樹女、二本足、赤頭、白小僧、灼舌、うわん、うわん、犬神、ひすべり、のぎつ金槌棒、べか太郎、山わろ、ぶらりひ、横目五郎、山あらし、天暮らし、海沢玉、牛木、九鬼てめ坊主狸の腹つずみ。 本作品のうち、百回図鑑などの系列と考えられる、妖怪絵巻で描かれる例がない、主な妖怪についての画像を列挙する。てめ坊主は、絵巻物には見られない例ではあるが、鳥山石炎、がと百鬼夜行に描かれている、手の目が参照されていると考えられる。黒ぼは、通常の妖怪絵巻では、塗り仏と,という名称で描かれる。このような例は、 他の図鑑様式の妖怪絵巻にも見られるが、描かれている絵はそれぞれほぼ同じ特徴を備えており、その理由は明確ではない。ありがとうございます。